ここでさらにもう一組紹介しちゃいます。天神アクターの朝の顔といえばそうこの二人、まぼしくんと翔一郎のマリハヤッツ。早朝番組マリハヤのお天気を担当する二人がショートコントに挑戦だ。ショートコントラーメン店。マリハヤお疲れさん。腹減ったやろ、ラーメン2つでいい？すいません、ラーメン2つお願いします。お待ちどうさま。おー、来た来た来た。うまそう、いただきます。え、バリハヤ。はい、僕たちバリハヤツ、毎朝お天気をお伝えしています。見てね。ショートコント縄跳び。翔一郎、体鍛えるためにさ、縄跳びしようよ。縄跳び得意？あ、なんじゃ一緒よ。せーの、よいしょ。きついなこれね、翔一郎。え、バリ早。はい、僕たちバリ早やつ、毎朝お天気をお伝えしてます。見てね。やっほーい、ここからはランキングに戻りましょう。ついに5位の発表、博多健人のアイゲルワイ。この歌は当時メンバーも出演した缶コーヒーの CM ソングにも使われたんだよ。その映像と一緒にどうぞ。21時半は取り付いていた、残された時間は5分弱。キャナルシティへ向かっている、雪が舞う春よしばし。あの子に伝えたい歌がある、この想いはずっとマジだったんだ。どうか待っていてくれ、約束の時間に12時。白い息を いやー、今日のロケもヤバかったね。いやー、ヤバかったよ本当。いつもスタッフさんたち俺らに無茶させるからな。すごいね、マジで。失礼も。ほっとこ。癒される。いやー、ロケ戻りますか。よし。もう君は来ているのかな。もう待っていてくれてるかな。こんな日に雪が降るから余計に緊張する。4位、メンバー1のダメダメ4兄弟といえば、そう、ダメに兄弟かっこかり。メンバーの中でフォロワー数が少ない4人で結成された爆笑ユニット。今の気持ちを3秒でどうぞ。3秒。さあ、いよいよベスト3の発表だよ。第3位はこちら。今夜再び登場、坂田健人の未来地図ベストバディ。今回はセカンドワンマンライブでの大盛り上がりの様子を大公開。たっぷりとお見せしちゃいます。それでは天神カウントダウン。白い雲流れる大空、この道の先に繋がる奇跡、ただひたすら走り抜けていく僕ら。向かい風に吹かれようとも力合わせば怖くはないんだ。未来描く地図を探しに行くのさ。叶えたい夢がここにあるから、想いはスピードを上げていく。自分が決めた道だからさ、がむしゃらに信じて行くのさ。どこまででも横に振りますよ。壁が立っていた
感じて朝焼けの赤見ゆく未来